ちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は金曜日の今現在12時半ぐらいですかね。先ほどサイチャーサニーのレッスンが終わりまして、でコート整備が終わった後、宮本とジュニアの送迎を今しまして、で帰ってきてもうすぐのこれからラントークになります。今日はですね、まあ台風の影響だと思うんですけども、曇りですね。非常に蒸し暑さはあるんですけども、普段に比べたらだいぶね、まあ、涼しいという言葉が合ってるかどうか分かりませんが、暑くはないというような感じです。ただまあ蒸し暑さは暑いんかな、蒸し暑さがある、汗はね止めならく出てくるような感じですね。で今日は、まあこのランニングが終わって、であと掃除が終わったら、まあ、ちょっと用事してで飛び込みで行くか連絡を入れてから行くかちょっと今考えてるんですけども、ちょっと活動してで、午後の稼働率を上げて今日は一日終わりっていう感じですね。でジュニアの方は今日は朝から来てたんですけども、まあほぼ義務自主練みたいな感じでメニューだけ渡して、あとは課題をしっかり意識して練習するというような感じで午前が終わりました。で昨日は、まあ、ジュニアのね健太くんが大会初勝利ということで、まあ、喜んで報告してくれたんですけども、まあ昨日のね初めて勝った時のあの気持ちを、まあ、覚えておいてもらって、で次はやっぱりね、2回戦3回戦4回戦と勝てるように少しずつまあ頑張ってもらいたいなと、まあ最後ねワックとしての活動が終わる間近に初勝利を持って帰ってきてくれたんで、まあ良かったなというような感じですね。まああとは個別で、まあ、数名の方が、まあ、ちょくちょく挨拶をしに来てくれたりとかで、まあ、昨日は終わったんですけども、で昨日はもう新着情報ということで、まあ、今日のブログでもちょっと貼り付けたんですけども、まあ、テニスサークルの案内を出しました。で多分第1回目の活動が9月の2週目になります。9月の2週目の火曜日から、まあ、になるので、まあそれを、できるだけ早く案内したいなという感じです。だから2週目と4週目月2回ですね、サークルのテニスは月2回で活動しながら、まあ、空いた時間、まあ、空きがだいぶ出るんで空き時間にやっぱそれぞれまあ、考えたり、活動したり できるだけ稼働率がやっぱ上がるように、まあ、この第4週かけてちょっとまあ予定を設定していきたいなと思います。まあ今日は
その活動の一つに堺市の、まあ、市議会議員というかね、そういった人ともちょっと会っていかないといけないなというふうに思ってます。なかなかやっぱり行政が動きづらいというか、行政が動きづらいというかね、行政が決めてることがいまいち、そのまあ我々堺、私は堺市民なんですけども、堺市民にとってあんまりプラスに働いていないような感じがしますね。だからそれはやっぱり言っとかないといけないというか、これから活動するにあたってやっぱやりづらいところもありますので、まあそういったことも含めてちょっといろいろね話ができたらいいかなと。すぐには変わらないと思うんですけど、まあ言わないよりは言っといた方がいいし、今からやる活動がいずれそこにつながってくればいいなと思いますので、ちょっと、ぼちぼち活動し始めてるんですけども、後ろ盾があるのとないのとでは全然違うんで、まあ、ちょっと今のうちに動いておこうかなと思います。まあ、とにかく昨日もねちょっと昔話みたいな感じで若き日の今井について話したんですけど、中学生の時そんなに戦績なかったんですよね。今ほど試合もなくて、なんか草刀みたいなのにたまに出てたんですけど、だからまあ戦績もほぼなんか氷の大会、氷グリーンの大会出たりなんかしながら、まあ、それでもなかなかに勝つことができず、でその頃実はそのチャッピーがですね、まあ、全国の小学生の中では四天王と言われた一人だったんですよね。確かその時は吉岡、安藤、中島、もう一人誰かな、鹿島かな、ちょっと分かんないんですけど、まあその4人が四天王と言われてて、いつも中島に負けてたんですよね。いつか中島に勝つぞと、で大会の会場で会うたびにお前に絶対勝つみたいなことを言いながら、小学生時代、中学生時代か、で小学生の時は、まあ、中学生中ね、特に中学生時代はもうライバルは、まあ、向こうはどう思ってたか分かんないですけど、中島には絶対勝ちたいなと思いながら、まあ練習してたと思うんですよね。で進学、中学3年生の時に、まあ清風高校の名前が出てきて、まあテニス見てもらいに行ったら、ちょうどその時清風のもう本当全盛期のナンバーワンの人が森さんっていう方なんですけどいまして、でまあ、その時は全然知らなかったんですよ、その人が森さんっていうこと、そういう強い人がいるっていうのは知ってたんですけど、でまあ富岡先生のところに親と行きまして、テニスちょっと見てもらったと。でちょっと試合やってみーということで、おいちょっと怖いっつって、試合やらされというか、試合をやらしてもらったと。で結構調子良かったんですよね、その時。いいショットが結構入るんですけど、全然ポイントが取れないんですよ。で、すごいなと思って、この人。背も大きいし、高校3年生やのに、すごいなと思って。で、何もわからないまま、
テニスの調子はいいんですけども全くゲームが取れずに0-6で終わったと思うんですよ、その時。で、富岡先生がおい、森調子どうやみたいな感じで、その時に初めてゲームをしたんですよ。これがあの有名な森さんやったんか、そこら相当強いなみたいな、なんかそんな感じで、で富岡先生に言われた、何かの大会でとにかく優勝してくださいと、優勝してこいみたいな、そんな感じだったんですよね。でもとにかくまあなんかジュニアの草刀みたいなのがあって、でそのジュニアの草刀でまあ優勝したんですよね。で賞状を持って行って、まあ一応テニス的には推薦をあげようということやったんですけども、やっぱもう全然勉強しなかったんで、まあテストが不安でしょうがないと、まあテストが終わって合否の決定をですね待つ毎日はもう毎日泣いてましたね。絶対無理やと。でもある日担任から連絡があって合格したということで、みたいな。で晴れてまあ清風高校の一員としてテニスの活動が始まったんですよね。だからまあそういうこともあってとにかく頑張ろうということで毎日が始まったんですけども、だから中学校時代はそんなに戦績があるから言ったらない方なんですよ。ただまあ全中には1回出たと、3年の時ね。で中学の中でも言ってなかったんで、テニスやってること、まあ、いつもなんか早く帰るなみたいな感じでテニスやってることなんて全然言ってなくて、である日全中行ったと。で全中行きますという報告の時に初めて、お前テニスやってたみたいな、なんかそんな感じでみんなに知られたという感じなんですよね。でそっからまあ全中はボロ負けして、で中学校3年生の時はまあ受験があるんで、まあ願書を出しに行きますみたいな、全員でやるわけですよね、体育館に集まって。でその時に清風高校ってやっぱ当時やっぱり偏差値もめっちゃ高くて有名校だったんで、まあどちらかというとこう右の一番端っこでからだん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 こう偏差値が下がっていくんですけども、私はまあ清風高校の方に並んでたんですよね、偏差値の高い方の列に並んでて、そしたらクラスのやつらが今逆やぞと、一番偏差値低いのこっち一番反対やと言うてきたんですよね。いやいや俺こっちやと、俺清風行くねんみたいな、みたいなになって、まあ、テストとか全然できなかったんでね、周りもそれ知ってたんで、お前それ並ぶとこ逆やぞと、なんかそんな感じの出来事がありまして、まあ清風高校無事に入れてよかったなと。だからまあ清風高校入ってなかったらもう多分テニスはやってなかったなっていう感じだったと思うんですけど、唯一テニスやめようかなと思ったのはその時だけですよね。もう制服入れなかったらテニスはやめない。まあどうなってたかわかんないですよね。だから今の中学生とかでもそんな焦って戦績出さんでも強くなることだけ考えといたらええって思うんですよね。でもそんなこと言ったってもう聞かないんでね、親は。焦ってもう早結果出さな、早結果出さなみたいな感じで、そんで頑張ってやっても結局大学行ったらテニスやめてるみたいな、大学行って社会人になったらもう普通になるみたいなね。いやそれやったらどうなんみたいな感じになると思うんですよね。まあうちにいた南光なんかもあんだけ実力あって
関西ナンバーワンとかなってるのに、金庫行ってテニス終わってますからね、はあって感じです。まあ他の子も銀行行ったけど、途中でテニスもやめてみたいな感じですよね。だからまあ銀行行ったらもう高校で終わりですよね、はっきり言って。なんかそういう伝統みたいなのが出来上がってるんで、まあだからジュニアで今必死こいてても高校までですよね、特に関西の子は。まあ相生とかああいうとこ行けば大学もよしやったろうみたいな感じになると思うんですけど、まあその辺の近郊とか何話とかその辺行ったってまあ普通に終わりですから、なんかもったいないなと思いますね。そのために必死こいてジュニア時代やったって、もう結局そこまでで終わりやから。今日のパワースポットマウンテンはちょっとね曇りなんで、雲がかかってるような感じですね。今日はまあちょっと蒸し暑いぐらいで、そんなにしんどい暑さではないですね。だからまあリズも通信制の学校に行かんかったらまあ終わりですよね、普通に。だから今から言ってるんですけどね、やるんやったらもうとことんやって行けるとこまで、まあ、頑張ってみてくださいと。でプロになるときにちゃんとサポートするんでみたいな話なんですけども、まあ、それまでちょっと自分で頑張らないといけないんですけど、だこっちもちゃんとスポンサーになれるように頑張らないといけないんですけども、だからまあ通信制いかんとダメですね。もうだから今島袋くんとか大学行ってからプロになって、まあ、頑張ってねグランドスラム行く子もいるんですけども、そこ行くんやったら別に早稲田行かんかっても、じゃ早くねそういう世界に飛び込んでった方が時間はねあるようでないので、早く取り掛かった方がいいと思うんですよね。だからそういう意味ではまあ普通の高校3年間過ごすよりは違う3年間を過ごした方がいいし、で4年間時間とお金使うんやったらもう本当に自分のためだけに時間もお金も使った方が絶対得なんですよね。だからそういうことがまあ、いろんなのを見て言うてるんですけども、それが伝わらないですよね。まあ、昨日 Facebook で、まあ、ワックを卒業するというような投稿をちょっとしたら、まあ、本当にね何件かコメントが入ったり、まだ話できてないんですけども、4件ほど電話がかかってきてて、まあ事情とか多分知りたいんでしょう。まあテニスの仕事があるならまあ時間とかまあお金のこともちょっと調整しないといけないんですけども、なんかサポートできるかなと思うんですよね。
だからちょっとあんまり一つのところに縛られないようにして、まあ一ちょかみというか、まあ頑張ることは頑張るんですけども、いろいろ一ちょかみしながら自分のやりたいことをやっていきたいと思います。よっしゃ。さあ今日はこれからちょっとね戻って、まあ、掃除したりして、で多分電話してからですね、電話して今日もしくは来週ちょっと話ができる環境を作ったり、まあいろいろ動いていきたいと思います。でまあサークルのね活動は大まかな部分はもう発信してるんで、それ見てもらったらいいと思うんですけども、詳しい詳細は多分公式 LINE の中で少しずつ、発信していくような感じになると思うんで、まあ興味のある方は見てもらえたらいいのかなと思います。今日はまだお盆で小寺さんもやってないんですよね。多分もう1週間まるまる休みなんですね。1週間まるまる休みでも何するんかな、何することあるかな。ちょっと今これ行ってみたいなと思うのがあるんですけど、日本一の山を登ったんで、日本一のところから降りてみたいな。あれ降りるっていうのは飛んだりするんですけど、飛ぶっていうかもうバンジージャンプ、これちょっとやってみたいな。なんかあの岐阜に日本一高いところから飛ぶバンジージャンプがあるらしいんですよ。それちょっと8月の末あたり、もし予約が取れたらいいなと思ってるんですけども、ちょっとその辺はねまたどうなるか、いきなりバーンと YouTube で流すかもしれませんし、まあ、ちょっと一応考えてるということですね。ということでこれからちょっといろいろ明日の準備をして、でもしアポが取れたら今日はそこから移動したいなと思います。ということでまた明日も頑張ります。